マウントホープ湾襲撃はアメリカ独立戦争の1778年5月25日と30日に起こったイギリス軍によるマウントホープ湾岸の町に対する襲撃である。ロードアイランド植民地のブリストルとオーレンが大きな損害を受けマサチューセッツ湾植民地のフリータウンも攻撃されたが民兵がイギリス軍の行動に抵抗した。イギリス軍は大陸軍が イギリス軍に占領されていたロードアイランドのニューポートへの攻撃を想定して隠していた物資を含め地域の軍事防御施設を破壊した。市民の家屋や町の成長、さらには宗教関連の建物までがこの襲撃で破壊された。5月25日、イギリス兵とドイツ人傭兵総勢500名がニューポート守備隊指揮官ロバートピゴー将軍からの命令で ブリストルとオーレンの間に上陸し、船や物資を破壊し、ブリストルを略奪した。地元の抵抗は最小限に止まり、イギリス軍の行動を止められなかった。5日後の30日、100名の兵士がフリータウンに上陸したが、地元守備隊がイギリス軍に橋を越えさせなかったので、被害は少なかった。1776年12月、ニューヨーク市の占領を完了したイギリス軍来た。 アメリカ総司令官、ウィリアム・ハウ中将は、その軍隊から一体を派遣し、特に抵抗も受けずに、ニューポートを占領した。ニューポートの守備隊は、当初リチャード・プレスコット巡将が指揮していたが、プレスコットが1777年夏に、大陸軍の少佐でウォーレン生まれのウィリアム・バートンの大胆な奇襲によって捕獲された。その後は、ロバート・ピゴー巡将が指揮を引き継いでいた。 イギリス軍が占領を始めてから、アメリカ軍もイギリス軍も行き詰まっていた。大陸軍のジョージ・ワシントン将軍が1777年に、ジョセフ・スペンサー少将にニューポート攻撃を行うよう命じていたが、スペンサーは、それがやれず、ロードアイランド守備隊の指揮を外された。1778年3月、大陸会議は、ジョン・サリバン少将を、ロードアイランド指揮官につけることを承認した。 サリバンは5月初旬までにロードアイランドに到着し、そこの状況について詳細な報告書を作成した。またニューポート攻撃について平坦面の準備を始め、ナラガンセット湾やトントン川の東岸に装備や物資を隠した。ピゴー将軍は地元、ロイヤリストからサリバンの準備状況について情報を取得し、ブリストルとオーレンに対する襲撃部隊を編成した。 5月24日夜、ピゴーは、第22不評連隊長、ジェームズ・キャンベル中佐の下に、イギリス兵とドイツ人傭兵総勢500名をつけて、アクイドネック島の北端に進軍し、そこからクジラ船で本土に渡るよう命令した。5月25日早朝、キャンベル隊は、ブリストルとオーレンの間、ブリストルネックに上陸した。キャンベルは自を2手に分け、1はオレンに、 もう一体は、軍用の船や物資が隠されている、キッカムイット川沿いの地域に向かわせた。キッケムイット川に向かった部隊は、スペンサーがそこに確保していた70隻あった、商艇のうち58隻を破壊し、他にも、軍用物資やトウモロコシ製粉機を破壊した。川に架か,かる橋を焼き、スループ船1隻にも火をつけた。イギリス軍が去った後、 地元民がスループ船の火を消したので、最小の被害で済んだ。米国地質調査所の1984年の地図、マウントホープワンと襲撃された街を示す、フォールリバーは当時フリータウンの一部だったウォーレンに、向かった部隊は街に到着した時にクラカの抵抗があることを予測していたが、アーチボールド・クラディー大佐が指揮する大陸軍約300名は、 イギリス軍が実際よりもかなり大勢であるという噂を聞いて町から逃げ出していた。イギリス軍は軍事物資を破壊し土地の火薬庫に火を放った。その後に起きた爆発で6個の家屋と町の集会所が破壊された。この部隊はスループ船一石を燃やし大砲5門も破壊した。この部隊が街を出て行くと最初の組織された抵抗の兆しが始まった。 イギリス軍の二つの部隊は合流し、ブリストルに向かった。イギリス軍が上陸してきたという知らせはプロビデンスにも届き、バートン大佐がすぐに行動に移った。約200名の志願兵を集めて、南に急行し、交代していたクラリーの部隊に方向転換させ、ウォーレンを離れて、ブリストルに向かっていたイギリス軍に間もなく追いついた。イギリス軍が南に進む間に小銭合いが起き、 両軍ともいくらかの損失を出した。バートン大佐は、マスケット銃弾を受けて、それが彼の軍歴を終わらせるほど重傷だったが、その日は戦い続けた。小競り合いは続いたが、キャンベル隊は秩序を保ったままブリストルに到着し、破壊行動を始めた。軍事物資や大砲を破壊したのに加え、家屋22件と、教会1件を破壊し、ある証言によれば、 味方も敵も見境なく、どこでも略奪に及んだ。イギリス軍の破壊行為は、正午頃に終わり、その乗ってきた船に戻った。イギリス海軍のフリーゲート艦 HMS フローラと HMS ピゴーガレーの大砲で援護を受けながら、乗船し、アクイドネック島とニューポートに戻った。この襲撃があったことで、サリバンは、周辺植民地の知事に、民兵隊の支援を再度要請することになった。 この動きは次の襲撃が起きるまでに実行されることはなかった。ピゴーは次に同じくマウントホープ湾の東岸にあるマサチューセッツ湾植民地フリータウン下流部に向かわせるために小さな襲撃隊を編成した。5月30日、エドマンドや少佐の指揮する100名の部隊がトントン川を遡ってフリータウンに行き、クイックアシャン川川口近くで上陸した。 大陸軍の古参兵であるジョセフ・ダーフィ大佐の指揮する地元民兵隊が将兵を立てていた。イギリス軍の上陸は一人の将兵に指認され、警報が伝えられた。フリータウンや近くのティバートンから40名の民兵が集まって抵抗を始めた。エア隊は小さな大砲から武道弾を放ち、ゆるりと民兵隊を丘の上に追い詰めた。 この動きをしながら、イギリス兵のいくらかが、家屋一軒、製粉所と製材所を焼き、9隻の船と1万5千フィート分の板材を焼いた。民兵隊は、小さな水流に架か,かる橋に到達し、約25名が、対岸の石壁の背後に防御船を構築した。この時の戦闘は90分間続き、ダーフィ隊が、エア隊の橋を確保しようと繰り返し行った攻撃を、撃退した。 エア隊は、その後、地元住民を一人捕虜に取り、その資産に火をつけ、船のところまで戻った。民兵隊が後を追い、マスケット銃で狙撃を続けた。捕虜となった住民は数日後に釈放された。イギリス部隊は、この先アメリカ部隊は一人の捕虜、大陸軍の作戦にとって、月半ば、ワシントン将軍はサリバンに、ニューポートに対する作戦では、フランス艦隊が、 支援可能になることを伝えた。このことで、徴兵活動もはかどり、地元造船所は、先の襲撃で破壊された船に代替するために、集中的な船舶建造計画を始めた。8月初旬までにデスタン伯爵の指揮する、フラン、悪天候が続いたことと、デスタイ艦隊に対抗するために、イギリス艦隊が到着したことで、同盟軍の作戦は期待した。 アクイドネック島北部を占領していたサリバンはフランス艦隊が陸兵ともども引き上げた後でピゴーが追撃をかけてサリバンの前線を破ったが8月29日に起きたロードアイランドの戦いでサリバン隊がピゴーの攻撃をかわしアクイドネック島から無事脱出したイギリス軍は1779年10月までニューポート占領を続けたが 別の地域での作戦展開のために、そこを撤退した。襲撃された街は、損害が大きく困難な状況にあったが、アメリカ側の戦争遂行への協力を続けた。フリータウン襲撃の指揮官、エドマンドや少佐は1781年に中佐に昇進し、コネチカット植民地のニューロンドンとクロトンの襲撃では、再度部隊を率いた。エアは、 プロトンハイツの戦いの初期に負傷し、戦闘の後に兵士たちが行った残虐行為で非難された。ありがとうございます。